皆さん、こんにちは。今日は2022年10月30日日曜日です。毎週の日曜日の動画で歴史をテーマにしておりますが、先々週でしたが、三国志の話もしましたが、しかし最近ですね、ニュースが多くて、え少しはですね、あの、また後日にしようと思います。最近話題となっていますが、 エリザベス女王さんが亡くなって、チャールズ3世が国王となったんですね。チャールズ3世の王子様、カミラ王妃、最近出した一つの施策でもありますが、話題となっています。カミラ王妃は王室の改革をやりますよと言いましたが、今の時代に合わない。 王室の次女の文化をなくしますと発言されました。そして王室の規模の縮小、まあ、メイドさんもそうですが、削減しますよと、などの施策を出しました。特にエリザベスの女王に周りにいました、そういった次女の方ですね、解雇にしました。これで話題となっています。イギリスの文化の崩壊とも言われていますので、これから イリスには事情という職業はなくなるでしょうというふうに言われています。これはイリスの文化だと言いますが、欧州では約1000年ぐらいの歴史、あるいは文化ですね。終わりですよねと言われています。これについて話をしたいと思います。事っというのは職業なんです。まあ、中世紀から出てきて、 ルネサンス古代の文化を復興しようという文化の運動があってですね、それを経験して一つの文化として定着となりました。フランスの国王、フランスは一世が言いました。次女がいないと宮殿とは言えませんよと。そして次女とメイドさんは違いますので、次、ま、女、あ、さんの仕事内容は お掃除、料理を作ったりはしませんので、お化粧してあげたりとか、宝石の管理、アクセサリーの管理、あの手入れとかメンテナンス、そして衣装の管理、また、女王、あるいは、あの、オーナー、あるじさんですね、と一緒に読書もします。音楽鑑賞もします。観光もいたりします。乗馬も一緒にしますと。なので、非常に地位が高いんですね。 このような仕事をするのは貴族の娘さんしかできないんですね。そして掃除はしません。そして掃除と家事をするのはメイドさんなんです。メイドを支配できる権力も持っています。また、地上には地上専用のお部屋がありますので、そして給料も決められています。安定の収入を得ることができます。 ま宮殿っていうのは勤務先なんです。まあ、ある意味会社なんですね。そこで勤務されていて、途中で家に帰ることも可能ですが、最初はダメでしたが、今の時代は可能です。王室にはたくさんのルール、あるいは一般人には理解できないルールがあります。なので、貴族の娘さん、あるいは息子さんなら慣れていますので大丈夫ですと。 また、地上にはいろいろレベルがあります。5種類分かれてるらしいんですが、中国ではですね、約5年前ぐらいでしょうか。あの、景気が良かった時に、イギリスに行って、あの、イギリスでですね、ブリティッシュパトラースクールに入学して、約2、3ヶ月でしょうかと思いますが、そこで勉強して、 あの、そういった習慣というか、マナーとかルールを身につけてから、中国の裕福の家庭に行って、まあ、サービスを行うっていうのが、流行りはありましたね。それで話題となったんですが、まあ、流行り、流行りと言いますが、でも、最終的にはダメですけどね、あの、続きませんので、まあ、そこで家庭のこととか、ご主人のスケジュールなどなどを管理する役割でもありますが、 最も信用される仕事ではあります。しかしですね、中国では続かなかったんです。やはり、まあ、お金持ちの方は見た目とかですね、まあ、そういうものは重視するでしょうし、そして中国の環境にはですね、合わないと思いますので、 中国ではですね、例えば環境の音声もすごいですし、そういう白い服ですね、例えばの話ですが、外に行くとすぐ汚れてしまうっていうのが良くないですので、なので中国ではいくらやろうとしても環境には合わないと思います。そういう文化にしてもですね。欧州では貴族は自分の娘さんをこのような学校に活かして、まあ、最後ですね、王室で、まあ、勤務できるとやはり嬉しいんです。 王室との関係が良くなって、あるいは王室に信用してもらって、自分にとってはやはり利益はあります。欧州では貴族という言葉がある時点で、つまり普通の人と貴族という差別のある社会ではあります。貴族同士の息子さんと娘さんは結婚するならこれが普通なんです。認められます。 もし貴族の息子さんと一般人の娘さんと結婚すると、社会あるいは雰囲気ですね、全に許されなかったんです。生まれた子供は貴族だと言えないっていうような意味ですね。例えば、エリザベト皇后ですね、戦争様がバイエルン公国の時代でしたが、庶民と結婚したことがあります。 約200年後ですね、オーストリアの皇后となって、まだ批判されていました。その地位ではないよと言われていました。まあ、貴族たちは自分の地位を守る。そして、まあ、自分の地位を強化するために、娘さんを王室に送るっていうことも普通の選択ではあります。王室の方に対してサービスを行ってもらう。 そして信用されているっていう証拠でもあります。そして血統上ですね、認められているっていう意味でもあります。もしですね、パーティーとかに参加されて、他の貴族の男性と知り合って、最後は結婚できたら、やはり嬉しいです。でも、もし王室の方に気に入られたら、もっと嬉しいですね。王室の一員となりますので。こちらはですね、イングランド、ヘンリー。 8世はとても有名なんですよ、彼は。皇后さんは6人もいました。2人目の皇后ですが、アン・ブリンさんと結婚しましたが、この方はですね、アリサベス1世なんですよ。そして、アン・ブリンさんは、ヘンリー8世1人目の皇后の次長でした。しかし、3人目の皇后は、ジェーン・シェマーモアさん。ジェーン・シェマーさんはですね、アン・ブリンさんの次長でした。 5人目の皇后はキャサリン・パワードさんですが、4人目のアンの事情でした。まとめるとですね、ヘンリー8世の皇后は主に事情でしたね。でもみんな、ある意味ですね、悲惨な形で終わりました。中の2人は処刑されましたが、多分ですね、ヘンリー8世にとっては、 自分は簡単に結婚できますし、あそういう皇后さんですね。奥さんを大事にしなかったと思います。19世紀末ですが、ハンガリー帝国フィルディナント・大イという方がいます。彼はフィールド・リーフィ、ダの次女、ゾフィ・ーホテクさんのことが好きになって結婚しました。ソフィ・ーホテクさんのお父さんは、 普通の、まあ、公爵でしたが、ハンガリー帝国の王室との地位はやはり離れていました。お父さんは当時大変反対しました。でもですね、フェルディナント大公は絶対に結婚するよと決めていたんです。結果は結婚できました。でも自分の子供はですね、二人が生まれる子供は国王になることはないよと宣言しました。フェルディナントさんは決意しましたので、 王室の側ですね結婚してもいいですよと許可をしてくれましたただし条件がありますフェルティナントさんは王室の一員として結婚ではないと公爵として結婚はできますよとなったんです結果は結婚してきましたけれどもフェルティナントさんはですねこれから国王になる立場でもありますので国王の 次でいろんな公務に参加されました。ただし矛盾していたのはですね、奥さんはソフィーさんですが、ソフィーさんは公爵の奥さんの立場ではあります。そうすると、まあ、公務とか外交の場所とか国家の行事とかにおいて非常に気まずかったんですね。フィルティナントさんは奥さんにやはり申し訳ないっていう気持ちがありますので、よく奥さんを連れて 違う地域に地方への視察ですね、行くようになりました。違う地域とか地方に行くと、国家の行事とは違いますので、複雑なルールがなくって、二人は一緒に行動は可能ですし、ある意味、まあ気持ちが楽ですね。しかしですね、サラエボの訪問中に暗殺されました。サラエボの事件となって、これが第一次、 世界大戦の引き金となったと言われています。もしですね、ソフィーさんが父上でなければ、自由の恋愛、あるいは結婚はできていれば、第一次世界大戦はなかったかもしれません。か、違う引き金になるかもしれませんが。でも、父上は王室に気になられて結婚すると自分は有利です。しかし、今後は一人だけなんですね。 欧州においてはカトリック教が基本ですので基本はですね自由には離婚はできません現実では当時次長は王室に気に入られて皇后になるのはあんまりないんです最後はですね大体愛人で終わってしまいますあるいは国王が自分の愛人さんをですね次長として王室に入れるっていうこともあります 一番有名なのは、モンテスパン夫人ですね。フランス王、ルイ14世の愛人なんです。ルイ14世の弟さんの奥さんの次女でした。モンテスパン夫人ですね。パーティーで知り合って、二人は知り合って付き合うようになりました。モンテスパン夫人は王室に入りたいですので、ルイ14世の今後の 自助になるように説得しました。モンテス・パンフさんは王室に入って、やはり自分はそういう誘惑ですね、やはり得意ですので、自分と同じ方法で、まあ国王ですね、誘惑することを防止するために、若くて綺麗、まだ結婚していない自助を解雇にしました。でも、ルイ14世は他の方法もありますので、すぐに他の愛人ができてしまいました。 モン鉄ツ夫人は何でも管理したいです。自分の旦那さんのことも監視などもしていました。そこでバレてしまって、ルイ十四4世に嫌われて追放されました。以上のことは王に選ばれると次長は嬉しいです。しかし逆の立場ですね。女王に選ばれるとあるいは気に入られたら厳しいですね。同じくアンプリンの娘さんですね。 エリザベス一世ですが、童貞の女王だと呼ばれていますが、ずっと独身なんですよ。少し心理的な問題はあると言われています。どうしてかと言いますとですね、アルンデルっていう父女がいますので、えー、結婚を申し込みました。私は結婚しますのでの、宮殿から出ていきますねっていう申し込みですね。 そしてエリザベス一世は最初は同意しました。でも最後はですね、申し込み書を破りました。怒りました。そして勤務内容を買いました。お化粧、服を着るのが仕事でしたが、その後、そこた料理ですね。自分に持ってくる料理を先に食べてもらうことにしました。万が一ですね、そういった毒とか入れられると、先にこの方に死んでもらうと。 という意味ではありますが、非常にあの複雑な時代だというふうに思いますが。当時の女王はですね、偉そうに見えますが、ただし地位は安定しないんです。フランスにしても、スペインにしても、国内の宗教の問題もありますし、外国との問題もあります。いつ狙われてもおかしくなかったんです。エリザベス一世の女王の宿命は、やはり次女の名誉を辞めて、 完全にも一般人となって出ていくか、まあ、女王と一緒に結婚しないことを選択するか。なので非常にあの複雑な社会でした。でもまとめると、西洋側の事情ですね、あるいはメイドさんにしても、中国の皇帝時代よりも平等公平なんですよ。ある意味自由はありましたし、自分ですね、やはり辞めたいとの、あれば辞めることは可能なんですね。 しかし、中国の場合ですが、もう完全に奴隷の立場ですので、売買されます。もう売られる商品なんですね。なので、あの、全然違います。中国の場合はやはりひどいです。でも、今の時代となって、西洋側はですね、そういう人権の尊重を基礎にしていますので、まあ、事という存在は、今の時代に合わないっていうのは、言われると、理解はできます。 チャールズさんとカミラさんですね、結婚されて、ずっと辞書は使っていないらしいんですね。でも、現実では、イギリス王室にはタコさんの方は、王室の方ですね、タコさんいますので、公務もありますし、辞書さんはいなくても、辞書のような仕事をする人は出てくると思います。内容は同じなんです。例えば、専用の秘書とか、そういう項目で出てくるでしょうか。 そしてこれからどんな形で雇用するのか、どういうふうに選ぶのか注目したいと思います。そこで一般人とかですね、たくさん受け入れたらまだ変わるでしょうし、なので注目したいと思います。この動画はここまででしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。